お前には失望させられる。お前に生きる意味を与えた、目的を与えたはずだ。ならば奪ったものは何だ。お前の両親は重大な任務にあった。だが失敗し、我らの大目的を危うくした。彼らはわしがこの手で殺し、お前は死んだ母体から切り離された。新たなる投資として。お前の戦争の手駒としてな。戦争は人民を分かつ。だが我らが目的は一つの国家。一人の独裁者のな、ためにお前は数万人を虐殺する。犠牲だ。虐殺ではない。違いが全く分かっておらぬ。私は簡単には死なんぞ。弟子たちに許可した遺伝子改変薬はそれぞれ一種類のみ。だがわしは違う。万能を発揮する。世界を支配しようなぞ世前事だ。スターリンかヒトラーに聞いてみろ。未熟者め。息子よ、これは世界革命だ。あらゆる手段が正当化される。まだまだだ。道は遠いぞ、未熟者が。所詮はその程度か。息子よ、その無様な色眼鏡に頼ってなお何も見えぬか。
か。
わしを殺そうが意味などない。それで十分だ。熊野は死んだ。次はどうする？熊野が打ち上げたのは SS-18 核ミサイルだ。こいつは8桁の中止コードに反応するが、まだ解読できてはいないのだ。だったら一体俺にどうしろ。違う！お父様は正しかった。革命は幕を開けた。そして私は革命の死の天使。アイヴァン！こんな姿で私は燃え出してほしくない。死んだ後でやっと私だってわかるのね。死にやしない。信じろ、シフォ。一つ教えてくれ。ミサイルだ。中止コードを知らないか？熊野、父様の。ミサイルが目標に接近中。コードは分かったか？すぐに戻ってくる。調査。C4 の手術終わりました。熊野の血清でキメラウイルスも消えてます。檻の中に戻る前に彼女に会っておきたい。ゆっくりしろ、アイヴァン。君は自由を勝ち取った。合衆国政府は感謝を表明する。まだ終わりじゃない。我々が望んだ形にはなってない。一歩後退。そうね。でも次の投手たちは動き始めているわ。それじゃあまた連絡を。